わけでどうも皆さんこんにちは、 SKD です。女子の高橋です。というわけで今回は前回の続き、フニバイフォースとか計画を進めていきますよ。バイグリーンオーシャンデバイデイ、車ばかり乗っているよ。デバイデイ仕事ばかり外装は純正で行くんですね。このバイク引き取ってきた時は前オーナーさんが外装を木で手作りしてて、自分も FRP で工作がてら作ってみようかななんて思ってたんですけど、やっと純正外装の見た目が非常にユニークなんですよね。ノーマルの見た目がこれですからね。確かに強烈に変ユニークな見た目ですよね。今変つった？たまたま外に出してる時に通りかかった女の子が、あっって言っていなくなったと思ったら、お母さんと一緒にアヒルのバイクがあるって戻ってきたりしてましたからね。このバイクのこと変つったよな。チキン呼ばわりされた時のマーティーマクフライよりしつけ。 SKD チャンネル。ということでまずはフロント周りから取り付けていきましょう。つくかな、つかないだろうな。やっとダメだ、ぴったりとははまらん。このまま取り付けると自作したハーネスを押しつぶしてしまって断線や電装系の不具合の原因になりそうですね。というわけでハーネスを押しつぶさないようにこの厚さのスペーサーがちょうど良さそうなんで、必要な数のスペーサーを買いに行きましょう。 2000 years later。 よし、スペーサーは買えなかった。買ってないんですか？8個ぐらいまとめて買おうと思ったら2000円ぐらいしちゃってお金が足りなかった。でも代わりにちょうどいいナットを買ってきたぞ。10個で100円ぐらいだった。引いた予算でウインカーステイも買えた。こっちは1本200円。なるべく節約しながら仕上げていきましょう。これならハーネスを挟み込んで断線する心配もなさそうです。
し、この調子でボディ側も取り付けていきましょう。すんなり取り付けられると楽ですが。あ、ダメだなこりゃ。すんなりとはいきませんでしたか。ここだな。キャブのトップキャップがちょっと干渉しちゃいますね。ボディ外装の取り付け具がここなんで。ここにもナットをかませて外装自体を上に逃がしましょうか。ということで次は電装ボックスを取り付けていきますよ。バッテリーや CDI は車体スペースにうまく隠したいところですが、そもそもバッテリーや CDI なんてついてないバイクだから当然そんなもの取り付けるようなスペースもない。唯一取り付けられそうな場所はシートとの兼ね合いもありますし、少し考えないといけませんね。というわけでこんなもの見つけたんで買ってきました。アストロプロダクツに売ってたプラスチックのアンモボックスです。見た目やサイズもちょうどいい感じですね。あとセール中で安かった。これならシートも取り付けられそうです。電装系を入れてもちょっとはスペースあるから小物入れとしても使えそうです。それでは早速考えながら取り付けましょう。それじゃ早速考えなしに穴を開けていきます。考えて。お次はドリルで。考えなしに穴を開けていきます。考えてください。ホームセンターで売ってた取っ手を考えなしに取り付けて。人は考えることができる生き物です。上につけすぎた。あ、バックルが閉まらねえ。考えてやれって言いましたよね。 SKB チャンネル。はい、人間は失敗から学ぶ生き物なので無事に取っ手を取り付けることができました。戦いの中で成長できてよかった。バックルもちゃんと閉まりますね。外装と接触する部分にはスポンジを貼って、先ほど取り付けた取っ手ににじめベルトで縛って完成です。ボックスの底に穴を開けてタッピングビスで固定なども考えましたが、せっかくのオリジナル外装ですからね、あんま穴開けたり削ったりはしない方法でいきましょう。ベルトでもがっちりつきました。これなら落っこちたりはしないでしょう。熱を持つレギュレーターはシート下に配置しました。シートベースの作成は溶接機が必要なんで次回にでも考えましょうか。SKB チャンネル。それじゃあ次はマフラーです。直感のままじゃオチオチ指導チェックもできませんからね。しかし腹下のスペース的につくマフラーあんのかな。このバイクですら低くてタバコの箱がようやく入るぐらいなのに、絶対横にしても入らん。ワニブチ先輩の Z は一体どうなってんだ。若い視聴者がわからない疑問持つのやめてもらえます。けどまあモンキーのマフラーは取り回しが外装と喧嘩するからつかないし、部屋にあった株か何かの液体もサイレンサーつけるとスイングアームと当たるだろう。指導したもんか。これは慎重に既製品を探すか、合うものを作るか。さあラッキー、ちょうど良さそうなのが安く売ってたから買ってきたぞ。もうちょい慎重に買ってこい。家具用らしいけどつくかな。本当に装着できるんでしょうか。こんな感じでバッチリ採寸して買ってきたから大丈夫大丈夫。
家具買うの下手なやつのサイズの測り方なんですよ。よし、ガスケット取り替えてパカッと装着しましょう。地面との近さやばくないですか。だいぶやばいな。この枕は貼り付け程度で、なんと良い枕があれば付け替えも視野に入れましょう。値札を剥がせ、値札を。心配だし、一応バンク額のチェックぐらいはしときましょうか。ここが限界だな。見た目よりは大丈夫そうですが、かなり厳しいですね。車検あるバイクだと最低値上高は9センチ以上って規定があるんですが、原付にはそれがないとはいえ、あんまよろしい感じではないですね。古い外車なので輸入された際は法律も緩かったんでしょうが、このイタルジェットも以前修理した振り子もノーマル状態で9センチ割ってますからね。まあマフラーは後々考えるとして、とにかくエンジンかけてみましょう。静かになってると嬉しいですね。現状で装着できるマフラーが他にありませんし、後の改善点として残しておくことにしましょう。よし、それじゃ今回はここまで。あと少しですね。焦らずゆっくり進めることとしましょうか。早く走りたいですね。こんな面白いバイクが走ってたら、チャリの小学生たちも攻撃対象として喜んで追っかけてくるでしょう。株のエンジンですし、プリコと違って逃げ切ることはできそうですね。それでは皆さん、今回もお付き合いいただきありがとうございました。次の動画でまたお会いできたら嬉しいです。またね、バイバイ。ツーストロー